フクロモモンガダマシは、哺乳孔にモンシモクフクロモモンガかフクロモモンガダマシ属に分類される、哺乳類。本種のみで、フクロモモンガダマシ属を構成する。オーストラリア固有種体長15から17センチメートル。尾長十14.5から18センチメートル。体重100から170グラム。尾は、基部よりも、先端の方が太い。全身は、猛は、灰色で。 小中線に沿って黒い縦島が入る。獅子の間には飛膜がない。乳頭の数は4個。主に高地にある湿度の高いマウンテンアッシュゆっくり一発、レグネンズからなるユーカリ林に生息する。夜行性で昼間は軌道の中で休む。単独もしくはペアで1から1.5ヘクタールの縄張りを形成し、縄張りと巣穴を共有する。一方で、 最大3頭のオスと1頭のメスからなる婚姻関係の内小規模な群れを形成することもある。外敵としては、フクロウ類が挙げられる。食性は雑食で、昆虫及びその分泌物、樹液、花、花粉、果実などを食べる。繁殖形態は体制。婚姻形態は、一夫一妻で、ペア同士は、尾の基部に唾液をつけて匂い付けを行う。妊娠期間は、 約16日と推定されている。春季や秋季に1から2頭の幼獣を生む。幼獣は生後80から93日は育児脳の中で過ごす。オスは生後15ヶ月、メスは生後10ヶ月で生成熟する。1867年に2頭、1907年に3頭の発見例しかなく、1930年代には絶滅したと考えられていた。 1961年に再発見され、その後の調査により300カ所で発見された。開発や1939年に発生した大規模な山火事による生息地の破壊により生息数の減少が懸念されている。ありがとうございます。